あとなんか自分の生活の中で勝手に謝ったりしてないか、ごめんなさいとか、無駄にすみませんって言い過ぎてないか。私は例えば歯医者の予約をキャンセルするときに、なんかキャンセルの理由言いたいんですよ、本当はね。仕事が入っちゃったんでとか。でもその仕事が入ったかどうかなんて歯医者側にしたらどうでもいいわけなんですね。あなたがキャンセルしたいの？したくないの？もうただそれだけなんです。で、キャンセルすることが悪いことだって思い込みがある人はすみませんって言っちゃうと思うんですけど、でもですよ、私がキャンセルすることでもしかしたらその日にめちゃくちゃ歯が痛い人が今すぐ見てほしいっていうので私の空いた枠にパーンって入れるパターンもあるわけなんですよね。ってなったら私めっちゃええことしてるんですよ、っていうふうに、絶対展開してるはずなんです。で、申し訳なさを最初に作ってしまう人はそういう人生になっていくってことなんですね。だからキャンセルするのに理由はいらないんです。キャンセルされる側にはあなたのキャンセルの理由はどうでもいいんです。商売的にね。なので、ただ自分がいい人に見られたいがために子供が熱を出したからいけませんとか、自分が病気になったからいけませんとか、そうやって、嫌われたくないがためにどうしてもいけないんですよ、私行きたいけどっていう理由をつけてるだけなんですね。だからそこで、無理に謝って波動を下げる必要ないんです。